こんにちは。今回はですねアマゾンプライムビデオで空母「イブキっていうのはねちょっと遅ればせながら拝見しましたまあ今のこの情勢下で見るからちょっと別の見方ができるんだと思いますけども最後ね国連軍がガーッと来てね戦闘を終わらせるっていうシーンがあってまあ、これネタバレになっちゃってすいませんけどもあそうだそうだ全体的な感想としてはねとても面白かったすごく良かったと思いますで ただ2度繰り返し見るかなと思ったら2度は繰り返し見ないですねなんかこうオチがあっけないっていうかねうんなそんなここでなんか肩透かしだなみたいな感じがありましたそれは最終的に国連軍が来て戦闘をやめさせるっていうところなんですけども、あのー、それがね今の情勢下で見るとちょっと考えが変わるなってことなんですよ。確かに今ロシアウクライナの問題ありますけども、あのー、ずっとね国連軍が出てくれば あれ全て終わり平和になりましただと思ってたんですよこの映画のようにでも実際はそうじゃないじゃないですかあのホテルルワンダっていうね作品でもあるように国連軍が来たところであの平和維持活動ななわけなんですよ武装して銃を持ってるけどもその鎮圧するためにそれを使ったりはしないんですよねあくまでも自己防衛のためにやるわけなんで目の前でどんなね紛争や虐殺が行われていてもそれを警備警戒する 抑止することはできないんですよね。やめろやめろって止めることはできないんですよ。で、だから国連軍は銃を持ってボートを突っ立ってるだけなんですよ。はっきり言ってだからそこでね。どんな争いがあっても、その当事者たちは無視してやることができるんですよ。だったら一体国連って何なんだろうなっていうところなんですよね。確かに国連の職員さんが傷つけられたりとか、生命の危険が及んできたりとか、ボートたちが襲ってきたってなったら自衛のための。 おーこうね力っていうのを使うことができると思いますけどもそうでない限りは目の前で起きてる悲劇を見ているしかないみたいなことになったりとかね今回みたいなその常任理事国みたいなところがねあの核兵器を持ってるしそれが随分格差のある小国に戦争を仕掛けて侵略しようと思ったらもう抵抗のすべがないわけですよ。こののはっきりとした前例を現実の世界では見して しまったとこころでこの空母息吹最終的に国連軍が来ましたっていうところがどうも空虚だなっていうところとねんでも自衛官の方とか海上自衛隊の方があのー、本当前線で私たちの日々の暮らしを守るために戦っているって姿はもう改めてね臨場感を持って感じましたねえ。というのがこの作品ってどういう関連性があるのかよく分かんないんですけどもコンビニで働く人たちとねコンビニでクリスマス商戦で忙しい人たちと。 そしてなんか国籍不明の敵と戦うあの海上自衛隊の方とのこの対比で行われてるんですよね。その間をつなぐのに、えー、この空母を息吹に乗り込んだジャーナリストがいるっていう形なんですけどもまあ細かいことはねお話ししませんけどもやっぱり私たちの何気ない日常とかね退屈な夜明けとかっていうのもこういった海上自衛隊の方が日々24時間、うん、守ってくださっているそのこの国をね やっぱ警戒してくださっているから抑止が効いてるんだなってところと絶え間ない外交によってまあ主にアメリカによって私たちは守られているなってことをね感じるところが多いと思うんですよ、まあ、けどこれからの時代は本当は分かりませんよおそらく私が生きてるうちにこの日本も戦火に巻き込まれて大勢の方が、ね、亡くなるそんな未来があるんじゃないかなと思いますそしてもしね100年後にも学校の教科書があるとしたら そこにはこんなことがありましたっていう風うに、うん、東洋の小さな島国が実は日本という国だったんですよ、みたいなことも語られるんじゃないかなと思うんですよ。歴史を振り返ってみると、日本というのは奇跡的にその自主独立を世界中に認められた国、もしくは放置された国だと言えます。というのがね、日本をどうこうするよりも、その他の国をどうこうしてからの後でいいなっていう風うに後回しにされたんじゃないかなと思うんですよ。 特にねあの強権的な侵略者によってはうんやっぱり大きな国っていうのは必ず小国を飲み込んで大きくなってるんですよねそれは残念ながらアメリカもそうなんですよアメリカも元はね原住住民族が住んんでででいたた平和で温暖な土地だったんですよねそこにイギリスからポルトガルからスペインから流れてきた人がアメリカっていうところに住み着いて少しずつ東海岸から西の方西の方に移動してきてねでインディアン特別 居住区とか保護区みたいなことを勝手にやってね何が保護区だって感じじゃないですかもともとそこに何の権利も争いもなく住んでいた人たちを追いやってね武力で持って征服していったわけなんですよ徐々に小さなあこう小国を支配して侵略して徹底的に破壊してねそれこそ今マーナポリという都市が あのロシア軍によって破壊されてますけども、あれと同じことをアメリカっていうのもしてるわけなんですよ。この歴史があるわけですよね。だからといってお前アメリカ。今更はま平和のためにね。世界の警察とか言ってんじゃねえよ。お前らの歴史どうなんだっていうことはないんですよ。というのがね。そういった侵略の歴史があるからこそ、こういうことはやっちゃいけないよね。っていう風にやっと人類っていうのは知恵をつけたとも言えるんですよ。それはあのー、中国でもロシアでも同じことが起きると思います。今、ロシアはね。国内を二分した。 二分って言ってもね大多数派と少数派の二分ですけども二分した争いが起きています分断がそれは何かっていうと他国を侵略して自分たちの土地を広げる権利を広げるのかそれともねあの世界とともに私たちはあるのかってことなんですよ。で少数派っていうのが世界とともに私たちがあるってことなんですよね。だかからら考えられないこととにね審判会社とか大手 飲食店とかアパレルその他のいろんなあインターナショナルな企業がロシアから去っていきましたよね。じゃあロシアから去っていくとその企業の活動なくなりますからその企業と取引していたところもどんどん潰れていくってことになってロシア経済はねものすごいもう石器時代みたいになるんじゃないかなって感じがしますよね。うんだから今の その時代の戦争っていうのはドンパチじゃなくってあのキャッシュが絡んでくるわけなんですよ。かなりのところで、それは金本位制の時代だったらドンパチで良かったんですけども、今みたいな貨幣創造の時代になってくると、うんまあ。既にこの世界の金融を仕切っている。ドル貨幣っていうのがね。かなりの力を持つなと。な で、ルーブルっていうのがロシアで使われてますけども、ロシア以外には使われてないわけですよ。しかも基軸通貨でもなんでもなくって、GDP なんて日本の3分の1ぐらいっていうふうに、ロシアって広いだけで小国なんですよね。だから軍事に偏っている、まさに大きな北朝鮮みたいな感じなんですよ。だから余計にね、他の産業を育てることができないから、地下資源を販売して、それによって国内は貧しくするまんまで、世界中からお金を集めて、 ミサイルをを買っっって、ててて商売相手、お得意様の国を攻め滅ぼしいいくっていう、こんんななななね、妙な構図になってるわけなんですよね。で、それを昔の歴史と照らし合わせてまあ、日本も侵略したじゃないかとかねなんだとか言ってだから自分たちの侵略は正当化されるみたいなことをねやっぱこういう間違ったに歴史認識ではなくって今まで私たちは手を汚してきたから少なくともこれからやめようねっていうふうになっていけばいいのにいやお前らやったじゃないかじゃあ自分たちで俺たちがやってるのも文句言うなみたいなねおかしな論調になるわけですよ。 はい、「空母息吹」の感想とは随分離れましたけどもちょっと最後にね「空母息吹」の感想を申し上げたいと思いますけども私も映画をたくさん見たんでね「空母息吹」に出てくる役者さんが「あーこの人どこどこの映画に出てたなあーこの人はこんな意外な役やってるな」っていろいろ目につくんですけども全体的にずっと私が見ていた戦争映画の名優は出てこなかったかなと思います当然ですよねもうお亡くなりになっちゃってますから、はい、渡谷哲也さんとかね丹波哲郎さんとかね うん、そのほか、うん、たくさんの方が戦争映画ならこの人みたいな人が出てましたけどももう出てないです中井貴一さんですかね今回コンビニの店長の役で出ていたんで軍人ではなかったっていうのが中井貴一さんも結構ね軍人の役で出ることが多かったと思いますけどもでも今回は軍人ではなくって一市民というふうに出ていたのがなんとなくねなんかこうああ中井貴一さん退役しちゃったのかなみたいなそんなね自分の中での別のストーリーが思い浮かんだかなってこと まあ、息吹今の時代だからこそこの映画の完成度とともにいやこれは大いなる現実との乖離があるよってことね、ね、うん、んか匂わせるようなそんなあ映画だったかなと。で最後に私の、うん、意見なんですけども私はやっぱりね家族を守るために結局はこの国を守るしかないなと思ってるんですけどもそれによってね憎き権力者が ついいででにに守らられちちゃうのはちょっと気に入らないですよねまさに国を守るために働くっていうんだったら前線に立ってくれると思いますよね。そういう意味でねあの自衛官出身の閣僚とか総理特に総理大臣ですよ。自衛官出身で総理大臣になってくれればもうちょっとね国防に意識が高まるんじゃないかなと思いますよね。うんまあ権力者がね権力を持つんではなくって 権力に翻弄された人が権力を持ったらどういう風になっていくのかなという風には感じますねもしかしたらとんでもない独裁者になるかもしれませんけどまあ、空母息吹を見ていろいろと思うところを話していました